皆さんこんにちは。12月9日秩父おもてなし TV、 堀泉智美です。さあ、秩父夜祭り生配信ご覧いただきましてありがとうございました。そして秩父観光大使の林家太平師匠、本当に秩父まで足を運んでいただき盛り上げていただきましてありがとうございました。もう太平師匠には感謝感謝でございます。そして花火をね、多くの皆さんに楽しんでいただけたと思います。コメントにもですね、いろいろな海外からもご覧いただいている方もいて、私たちもすごくびっくりしましたが、皆さんの心に響く秩父夜祭りの花火になったことだと思います。ぜひまだ見てないという方は動画をチェックしてみてください。さあ、それでは今日も12月9日のラインナップからご覧いただきましょう。さあ、12月9日今週のラインナップです。ウィークエンニュース秩父は、秩父生まれのウッドデザイン賞のこちら展示が行われています。そして足学母の氷柱が制作が始まりました。市役所インフォメーションでは、ふるさと納税について、そして PR 秩父は八尾百貨店の脇にハーティブ八尾秩父店がオープンします、こちらのお知らせ、今日は以上のラインナップでお送りします。さあ、今日まず最初の話題です。ウィークリーニュース秩父は、秩父生まれのウッドデザイン賞などを受賞した作品が今、秩父市役所のエントランスで展示されています。秩父市役所1階総合案内前のエントランスで、秩父生まれのウッドデザイン賞展が開催されています。今年のウッドデザイン賞2020では、秩父中村屋の秩父眉が入賞しました。ウッドデザイン賞とは、木の良さや価値を再発見させる製品や取り組みについて、特に優れたものを消費者目線で評価し表彰する新しい制度です。2015年にウッドデザイン賞開始以来、秩父地域からは6つの作品が入賞しています。今回、秩父の木材木製品を地域内外に PR することを目的に、過去入賞した作品の展示を今月11日まで行っています。はい、秩父のね、さまざまな木を使ったこちらのウッドデザイン賞を受賞したものなどもありますので、はい、秩父生まれのこちらの木を使った作品展、足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、続きましては、冬と言いますと秩父は三大氷柱ありますね。足学母と小鹿野の、なんだっけ、小野内と、はい、大滝の味噌土の氷柱ということで、はい、3つありますけれども、その中の1つ足学母の氷柱が制作が始まったということで取材してきました。12月6日から横瀬町で足学母の氷柱の準備が始まりました。この氷柱は木で作った土台に枝などを敷き詰め、そこに敷地内に設置したパイプから水を散布して作成されます。この日は沢の上流から水を引いてくるため、導水管の整備と設置や、お客様が駅から来る道の整備も行っていました。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年振る舞っている甘酒や紅茶の提供はありませんが、感染対策を行いながら皆様にお越しいただけるよう準備を進めているということです。はい、横瀬町足学部の氷柱です。今年度、初めての今日準備作業ということで、1日作業をしました。昨年はですね、本当に4日間しか、開催することができませんでした。今年はいい氷を作って、コロナ対策をしながら大勢の皆さんにお出かけいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、今年はですね、あまり、大々的には PR はしないようですけれども、はい、皆さんですね、地域の方々などに楽しんでいただければと思います。
はい、続きまして秩父市インフォメーションのコーナーとなります。本日は財政課より泉さんお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日はどのようなことをご紹介いただけますでしょうか。本日は秩父市のふるさと納税についてご紹介をさせていただきます。はい、秩父市では、1万円以上ご寄付をいただいた方を対象に滋賀にお住まいの方を対象に、特産品等をお送りさせていただいております。はい、どういったものになりますか。はい、特産品といたしましては、秩父産の、ウイスキーですとか、日本酒ですね。それから、秩父の農産物、いちごとかぶどうとか、きゅうりなどがございます。また、秩父産の羽毛布団ですとか、秩父の、豚肉の味噌漬け、秩父のホルモンなど、秩父ならではの特産品をご用意しております。はい、ありがとうございます。これ今見せていただいているこのパンフレットなんですけども、見て分かっていただく通りすごいいろいろなもの載っております。で、中見ていくと食べ物飲み物だけじゃなくて実は体験とかも載っておりますので、ぜひ皆さん興味ある方はぜひこちらご覧ください。ちなみにこのパンフレット自体はどちらで手に入るんでしたっけ。はい、道の駅ですとか、はい、観光案内所に何部か置いております。また、はい、財政課の方にご請求をいただければこちらからもお送りさせていただきます。はい、ありがとうございます。で、注意点があるんですよね。はい、はい、所得税とか、住民税の寄付金控除の計算が、1月から12月までの歴年である関係上、例年12月に大変多くの方からお申し込みをいただいております。で、令和2年中のご寄付として取り扱いができる期限がございます。こちらとなります。はい、それぞれの支払い方法によって期限がございますのでご注意ください。期限を過ぎてしまいますと、令和3年中のご寄付の扱いとなりまして、寄付金控除の計算が1年先となってしまいますのでお気をつけください。特に、銀行郵便局でのお支払いの場合、支払いの用紙がお手元に届くまでに日数を要しますので、ご検討されている方はお早めにお申し込みください。はい、ありがとうございます。ぜひ気になっている方はちょっとでもわからないことありましたらお問い合わせいただきたいんですけれども、財政課またはこちらパンフレット、ここに申し込み、納税センター、サイネックスふるさと納税センターさんのお問い合わせ書いてありますので、気になった方はぜひこちらの方にお電話いただきたいと思います。はい、そうしましたら最後に一言メッセージが何かございましたらお願いいたします。はい、皆様の温かいご支援をお待ちしております。どうかよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは本日ふるさと納税についてご紹介いただきました財政課泉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては PR 秩父のコーナー、イエーイ。さあ、今日はですね、いよいよ今月15日にプレオープンしますハーティブ八尾秩父店の藤田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、このハーティブ八尾秩父店というのはまずどんなところなのか、どんなお店なのか教えてください。はい、一応八尾百貨店から、24時間型のフィットネススタジオということで今回やらせていただきます。機材とかですね、ランニングマシンとかバイクマシン、あとはウェイトトレーニングマシンとかも、充実している24時間型の、ね、スタッフはですね、9時から8時ぐらいまで常駐しますが、24時間だれ会員になっていただければ自分の好きな時間で、トレーニングができるっていう施設になっております。真夜中に夜な夜な鍛えたいなという人はいらっしゃると思いますね。はい、そして注目してほしいのがちょっとこちらのおすすめポイントというのがあるんですけども、ここですね、これいろいろなものがありまして、私ちょっと気になったのはコラーゲンマシーンというのとかあるんですが、はいはい、このコラーゲンマシーンとかっていうのは
どんなものなんですか？これはですね、光のエステで肌から健康に美しくっていうのなんですけども、一応ちょっと360度光を当てられるようにですね、ちょっと衣類を少し、脱いでいただいて、その中に入っていただくと、立った状態で、360度、光でコラーゲンを入れていくっていうものになっています。なのでね、女性の方とかは非常にやっぱりいいんではないかなとは思いますね。はい、エステ効果が得られるという。そしてなんか他にもいろんなメニューがありますけれども、はい、ちょっと秩父はこのハーティブ秩父ハーティブ八尾秩父店さんは独特のマシン、日本でも数少ないマシンがあると聞いたんですけれども、はいはい、一番の目玉になるかなっていう思うのが、タイヤフリップっていう機材になります。これはですね、日本に数台しか今ないものなんですが、YouTube とか今、活躍されているあやさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が持ち込んだっていうふうに言われている機材になります。で、タイヤフリップはですね、全身の筋肉を使ってこう下から持ち上げて押し返す機材になってます。これはもう日本に数台しかないので、ぜひ試してみていただきたいと思います。はい、その最新の機材もたくさんあるわけですね。はい、はい、そして今ですけれども、キャンペーンをされているということで、キャンペーンについても教えてください。はい、今ですね、ハーティブ八尾秩父店では、オープニングセレモニー、先着500名様に限りまして、月額5980円のところを、1000円オフ、これはずっと4980円のプラス税になっております。でオープニングキャンペーンといたしまして、2021年1月31日までに、入会していただきますと、入会手数料と、月学費1ヶ月分で、水素水が1月と2月分が無料 と、水素水専用ボトルですね、これも無料になっております。なので、今すぐ始めたいっていう方、もしくは迷われている方は、早い方がお買い得になりますので、ぜひご入会の方をよろしくお願いいたします。はい、そしてちょっとやっぱり気になるのは、コロナ対策とかっていうのはどうでしょうか？はい、原則として施設内は全てマスク着用になるんですが、それ以外にもスタッフが、除菌シートを使っての除菌だったり、あと換気を2時間に1回っていうペースで今やる予定になっておりますので、その辺もご安心してご利用いただけるかなと思います。はい、もう秩父に最新型のね、はい、マシーンがあるということなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思うんですけれども、どういうものがあるか見学だけしたいなんていうのもありですか？もちろん、はい、ぜひ見学していただいて、それでご入会っていう形になればご案内いたしますが、12月15日にプレイオープンになりますので、その時に見学だけでも、もしくは体験だけでもしたいっていう方がいらっしゃいましたら、今こちらの電話番号の方にご連絡いただければ、すぐご案内いたしますので、ぜひご利用ください。はい、ということで、場所は八尾百貨店さんのすぐ隣、隣ですね。はい、ということで、皆さんもおなじみのある前書店もあったところですよね。そうですね、はい、となりますので、はい、お買い物ついでに体も鍛えてみてはいかがでしょうか？はい、ということで、藤田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、藤田さん、夜祭りは YouTube 見てくださいましたか？そうですね、もうすごい助かりました。ありがとう。花火の時間が本当にわからなかったので、本当にここで発信していただいて、もうこれを見てなかったら、ちょっとそのまんまね、ずっと何も花火が上がってないのに、ずっと空を見上げてたんだろうなっていうのがありましたので、ありがとうございます。よかったです。はい、ね、これからもいろいろな情報を発信していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録していただきまして、いいねボタンも押していただきながら楽しんでいただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。一緒にバイバイお願いします。バイバーイ。